こんにちは、ビリレンの田中です。ビリレジェンドダンです。今回はフィジークにも出場しているビリレジェンドダン君に、パワーリフターの田中が肩トレーニング、いつもと違うアプローチを習いたいと思います。動画の概要欄にはB レジェンドの公式 LINE や新商品やお得なセール情報も掲載されておりますので、ぜひ概要欄をご確認ください。どこ聞いてんねんおじさん、お兄さん、 おじさんそれどこ聞いてんねん。どこ聞いてんねんお兄さんのダン君ですけど、結構ね、肩の怪我とかね、怪我が多いんで、特殊なアプローチで肩のトレーニングとかを行ってるし、まあフィジーカーなんでね、やっぱかっこいい体なので、まあ、僕自身は結構オーソドックスなトレーニングの方が多いんですけど、やっぱりこう僕もね、どうせだったらかっこよくなりたいんでちょっといつもと違うアプローチをビリジェンドダン君に教わりたいと思います。ちなみに今日やる種目は何ですか？今日はですね、インクラインベンチを使ったケーブルアップライトローです。ケーブルでアップライトローってあんまやらないですね。ケーブルでアップライトローで、かつベンチを使っていきます。じゃあ早速行きましょうか。お願いします。終わった頃にはもうモテモテですねでは早速紹介していきたいと思います。まずケーブルにつけていくアタッチメントを紹介していきます。これですね、ロープ。よく三頭筋を鍛えるときにプッシュダウンとかで使ったりするこのロープを使ってケーブルアップライトローをしていきます。で、ベンチはだいたいショルダープレスとインクラインプレスの間ぐらいの角度ですね、うん、このぐらいの角度にしてもらって、まあ、ケーブルをしっかりと寝転んで正面から引けるようになるのであれば全体的に倒してもらってもいいんですけど、このケーブルが下からしか引っ張れないケーブルになるので、その角度に合わせて背中を上げてます。60度ぐらいかな。60度ぐらいですね。まず握り方っていうのがピストル持ちです、うん、このロープをこういう感じでピストル持ちにしてもらって、まあ、どこかしら踏ん張れるところに足をかけて踏ん張ってもらいます。で、まあ、寝転ぶんですけど、こうアップライトローするときって背中を丸めて上げる人も多いと思うんですけど、僕は胸をもうめちゃくちゃ張った状態で肩を落としてセッティングします。で、このままぐーっと上げていくんですけど、まず初動の時は上げてから肩下げて、で胸張った状態を意識してこの手を前に持っていきます。もう前に持っていくだけで肩にグッと入るんですけど、このままゆっくりと戻していって、ある程度戻しすぎると抜けちゃうんで、肘がこのぐらいちょっと曲がってる状態でもう上げちゃいます。で、この時に上げる時に手は動きでいくとこう広げるイメージで、ロープを外に引っ張りながら肘を上げていくイメージでやっていきます。なので外に引っ張りながら肘を上げる。で、これグッと上げすぎると肩のチューブから抜けちゃうので、張り出しを意識するトレーニングをしたいんで、肘は肩の位置より少し上ぐらいまで上がったらもう上げなくていいです。で、結構このここからさらに収縮したかったら手首をちょっと気持ち上に上げてあげると、チューブとリア後部の間あたりにも少しアプローチできるんで、幅広く狙うことができます。この種目が僕の肩の張り出しを作るキー種目になるので、ぜひ田中さんにもやってもらおうかなと思います。これ何レップ狙いですか？僕は今はちょっと軽めでやったんですけど、10レップギリギリぐらいの重量で10レップやってから落として半分ぐらいの重量にして限界までやる。あ、ネチネチ系ですね。ネチネチ系です。で、最初はちょっと重量も踏ん張れるように、もうここのかやったらグッとこういう反動で引っ張ってゆっくり下ろす、うん、ゆっくり下ろすでもいいんで、とにかく無理やりにでも10回ちょっと重めでやってから重量落とすっていうイメージで、なるほど、やっていきます。はい、もう一旦触ってみて重量は設定してもらったらと。僕ハイレップやんないんですよね、普段よく一緒にトレーニングする人に言われるのは筋肉が疲れるとかじゃなくて体力が持たないって言われます。心拍数もすっごい上がるんで。セッティング大丈夫ですか？これでセッティングは大丈夫です。そこのプレートに足でも、はい、僕大体
もう下の方にやるんですけど、もう踏ん張れたらどこでも大丈夫です。かかとで踏ん張っていいですか？かかとで踏ん張っても大丈夫です。はい、じゃあこうします。上げます。はい。ぐーっと上げて。このぐらい。そうです。一回体に寄せてもらって、セッティングした時に肩を一気にぐっと下げて、もうベンチする時ぐらい胸張ってもらっていいですか？あ、そうですそうですそうです。でこのままちょっと手をスッと外に上げて、そうですそうですそうです。外に引っ張りながら引く。で、そこから戻すときにちょっとしぼんでいくことによって、ここさらにストレッチかけることができるんで、三角筋。あ、そうです。下げたまま。そうです。肘をもっと上に上げるイメージですね。肩をあんま上げずに、そういうイメージです。そういうイメージです。外に開くイメージで。いいですね。これをもうちょっと重い重量でセット組んでからドロップでこの重量ぐらいに戻します。結構きついですね。常に結構きついですね。反動ちょっと使わなあかんかなぐらいの重量、22、18ぐらいでガッと引いて、最後は13でも9でもどっちでもいいです。はい、じゃあ22キロですね。50ポンドで1レップやってみて、あ、これは肩怪我するなって思ったら下げてもらって大丈夫です。ちょっと反動使ってもいいってことですね。あ、大丈夫です、大丈夫です。わかりました。それで10回目標でドロップと。これ普段、はい、ダンクは何セットやってるんですか？4セットやります。なんならやるときは、2ドロップしますね。だから合計でいくと、10レップ、20レップ、20レップぐらいやるんで、1セット50レップぐらいやることもあります。いや、初心者なんで、ワンドロップでお願いします。ワンドロップでいきましょう。合計30レップぐらいになるんですかね。いきます。はい。うっ。これで大丈夫ですか、これで。反動つけていいんですよね。反動つけても大丈夫です。ただ、下ろすときはしっかりゆっくり、肩で捉えるイメージですね。あ、そうです、そうです、そうです。下げたまま、肘で上げる。そうです、そうです、そうです。3。いいですね。ここにグッと開けない。あ、そうです。めっちゃいいですね。4。はい、5。6。いいですね。はい、7。全然反応使ってないじゃないですか。8。9。はい、10。OK です。ここから限界ですね。13でいけそうですね。はい。もうすぐ行くんですか？もうすぐです。よし。これはもう無反動でぐっと下ろすのももうそこまで下ろさなくていいです。そこでも上げる、そこで上げる、そうです。下げきらない、そこで上げる、そうです、そうです、そうです。はい、5、6、はい、7、8、9、 OK です。よし、もう一個下げていきましょう。ツードロップ、ツードロップいきましょう。1、2、あ、いいですね。3、4、5、6、7、 OK です。これはサイドサイドパンパンになりますね。わかりますね、めっちゃ合ってます。めっちゃ鏡で見てても思います。ここのくぼみがビフォーと違いますかね。ビフォー届いてなかったですね。肩やばい。やばいですよね。痛いですよね、なんか途中ぐらいから。効いてるっていうので。ずっとこうだったらいいですね。あ、めっちゃいい張りしてますね。張ってきましたね。めっちゃいい張りしてます。うわ、でもこれ。これがザ・チューブの僕のアップライトローです。これインターバル何分で普段やってるんですか、ダンク。インターバル割と長いです。僕はもう3分から5分ぐらい。これ3分から5分取ってくれないと持たないですね。これ、はい、メインセットに対してドロップの数一気に落ちたじゃないですか、はい、これは普段やってないから数が少ないんで、これやり慣れてったらやり慣れても減ります。伸びそう、このドロップ回数は伸びると思うんですけど、重量軽くなってんのに重量軽くなった感は全然出ないと思います、うん、やってたら。でそれは効いてる証拠ですね。なんかなるほど、サボってやってたりすると軽くした瞬間に全然普通に大小動作なしに上がるんで、高重量がちゃんと効いてれば、うん、またダンベルのサイドレーズ全然違いますね。全然違います。だこれ2つやるとより肩綺麗に作れますよね。ちょっと普段と入り方が全然違うし、これサイドはそんな入るんかなと思ったんですけど、めっちゃサイド入る。この辺の違和感というか、はい、
入ってる感が強い。ちょうどこれはこの肩のこの膨らむここの部分ですよね、うん、ね、そこにしっかり乗り続けてる感じはします。確かに。なるほど。そう、これストレッチかけすぎると次抜けてまた入るのに時間かかったりするんで、一生負荷をかけるイメージで、上げ切った時のここに乗ってる感じがサイドレイズとまた違う、はいはい、なんか絞り切った時にグッと乗る感じが強いから全然違う刺激です。確かに。近いっていうと、あのサイドのマシンですね、サイドレイズ の、うん、あの座ってやる肘で上げるマシンあるじゃないですか、はいはい、あれの収縮の時にちょっと近いのはありますね。なるほど。体幹部寝てるんで使わないんで、まあ、本当肩に集中できるなっていう感じですね、うん、確かにここは違う、全然違う刺激ですね。僕が立ってやらない理由はそれですね。体幹部分のやっぱ意識でやっぱそこ支えたりとか、もともと僕座骨神経痛持ちなんで、腰に違和感が出やすいんで負担が大きくなると。じゃあダントレーナーまたお願いします。もういいですか、行ってやりましょうか。よいしょ。胸張ってですね、胸張っていきます。はい、1、いいですね、2、いいですね、戻す位置もそのぐらい全然いいです。3、4、5、6、はい、7、いいですね、8、9、ちょっと OK です。さあ、ドロップしましょう。いいですね、胸しっかり張って、1、2、これ10いきましょう、3、4、5、おのすけもう少しゆっくりね、肩に乗せたまま。いきますよ。はい、よし。ラスト。OK です。2セット目これでいいでしょう。やりますよ、キューも。やりますよ。いいですね。よし。1、これも10いきましょう。2、3、反動つかずに、4、5、6。ネガティブだけしっかり重量のせて。終わります。スタミナがないところが露呈されますね。さっきよりもさらに、いや、いいですね。さらに張りましたね。なんかカット出てきてないですか、肩の。どうですか。めちゃめちゃパンパンで痛いですね、サイドこれ。あのカメラに映ったらどう映ってんのかも気になりますね。鏡越しにはもうなんかカットが増えてますね。ここの、この凹凸が触ったはより分かりますね。パンパンっすね。なんかサイドレイズ、サイドレイズこの辺にいつも効く感じがあるんですけど、ダン君のアプローチはこの辺の、なんか、より腕に近い位置が、まあ使ってなかったってことですね、普段。あんまり刺激が入れてない。使わないですもんね。収縮させきった時に固めやすいのが、いいポイントかもしれないです。あとリアに乗るんかなと思ったらサイドのこの辺なんですね。そうなんですよ、不思議。そうなんですよ、普通に解剖学で考えるとリアの方に乗るか、ね、ように意識するんですけど、感じですけど、多分最初のスタート時よりめっちゃ肩パンパンじゃないですか。サイドレーズまたなんか張り方が全然違うな、うん、面白いですね。やっぱりゴートレしない派なんですけど、こういうアプローチを聞けるのはありがたいですね。あのどこ聞いてんねんアプローチいいですよ。割とどこ聞いてんねん、理にかなってるものは理にかなってるんで、ちょっとふざけすぎてるのもありますが、あんまり自分ではやらないですね、この種目は。面白いですね。まあでも細かいですもんね、多分フィジークとかスポーツモデルの選手ぐらいしかやらないんじゃないですか、こんな種目。僕でもまあ前肩の動画でも言ったんですけど、ショルダープレスであの首ヘルニアやったことあるんで、あんまり重いのできないで違和感とか痛みの方が強く出ちゃうんで、高重量こなさずとも肩パンパンにできるアプローチは増えるとありがたいですね。これじゃあリピートしていただけそうな感じしますね。いや、これレギュラー入りじゃないですか。いや、いいじゃないですかね。これこの動画封印してから今度僕が動画で紹介しようかな。自分のものかのように、お横取り動画で横取り動画しようかな。よし、3セット目、はい、これラストでいいですか。ラストでしょう。もうラストでいきましょう。よっしゃ。ちょっと待って、普段これ何種目目に持ってくるんですか。3×4ですね。
3種目目か4種目目、はい、並びとしては僕フロントが弱いんで、うん、フロントプレス、うん、フロントケーブルレイズ、うん、やってからサイドレイズを先にやるか、うん、アップライトローを先にやるか、でサイドの種目の結構上の方の位置ってことですね。はい、 OK。 僕はサイド弱いんでサイドこれ一発目でもありってことですね。じゃよし、うんうん、よし、2、3、いいですね。5、6、補助あるんで10までいきましょう。7、8、9、いけてますね。10、 OK です。さあ13で、これも10目指しましょう。1、2、3、4、5、6、7、はい、8、9、ラスト10、 OK です。さあもう9は補助なしでできるところまでで OK です。1、2、いいですね。3、4、5、6、7、いいですね。低くでもいいです。 OK です、 OK です。ナイスです。あー肩痛い。いやめちゃくちゃ張ってますね。パンパンです。どうですか。でかいでかい。最初よりも結構いい感じで。いやめちゃめちゃいいです。でかい。やでも普段よりめっちゃ張ってますね。このあたりがなんかサイドレーズでは入らない。いやこんだけ張ったら僕も楽しいですね。確かに。鏡見たくなる理由ですよね。ストレートセットとかでね、10回3セットとかで終わるよりめっちゃきついです。心拍数が物語ってますもんね、今喋ってる時の息切れの感じが。普段僕はこの今の最後の上がらなくなったところから、この低いところで最後10から15ぐらい追い込みでなんかもう無理やりやるんですけど、そうするとさらにパンパンになるんで、ぜひまたやってください。はい。ありがとうございます。ケーブルしっかりとピストル持ちしてもらって胸を張ります。で肩は下げた状態でグッと一旦上げて肩が下がってるかしっかり確認してから手を遠くに伸ばします。この時点で肩が張ってる感覚があればもう角度は OK です。でここからグーッと戻していきながら、これ手伸ばしきっちゃうと抜けちゃうので、ちょっと曲がってる状態。この角度ぐらいからもう上げる。で、この上げるときなんですけど、手は外に開くイメージと、肩を上げるというよりかは肘を上に上げていくイメージ。これを上下していくイメージですね。疲れてくると結構肩が上がってきたりするんですけど、肩をしっかり下げた状態で、もしきつかったら体を上げてもいいですし、首を前に出して後ろに下げながら上げるでも、これでもう反動が使えるんで、そういった反動を使いながらしっかりと回数をこなしていきます。で一番のポイントとしては、下ろす時に抜ける人多いんですけど、この上げる時にばっか集中じゃなくて、下ろす時この時にどれだけ三角筋に負荷を乗せ続けるかっていうのがポイントになってくるんで、しっかりとそこを意識しながらやってみてください。ケーブルのアップライトローちょっとやってもらったんですけど、最初のやつと比べてもらったらかなり違ってると思います。あの特殊なアプローチでね、まあ、基本ができてからやるアプローチではあるとは思うんですけど、ダンベルとまた効いてる場所が、何度も言いますけど、この位置に刺激が強く入るっていうのはあんまり今までやってなかったんで、すごい効いてます。まあ、ぜひもうあの皆さんもね、あのやってみるといいかなと思います。もちろん僕もこれちょっと肩のトレーニングでマンネリしてたんで、あのこれをメインに置いてちょっと組んでみようかなと思いました。いや光栄です、メインに置いていただけて。なんか他に注意点かなんかポイントあれば。
足していただければ。ポイントで言ったら、結構僕いろんな方と一緒にトレーニングとかしたりするんですけど、やっぱ多いのは下ろしきってしまう。田中さんはしっかりと途中しっかり止めるところで止めてくださってたんで負荷が抜けずにできてたんですけど、これを疲れてくると下まで戻しちゃう人が多いんですけど、これをすると肩から抜けてしまって次僧帽筋が収縮し始めたりもするんで、そこだけ一番やってて注意してほしいかなっていうポイントにはなります。まあちょっと僕のね、トレーニングのアプローチは基本的にオーソドックスなアプローチであったりとか、まあオーソドックスなことをどう考えて、どう噛み砕くかっていうことのお話が多いんですけど、やっぱりこう、基本ができた上で、なんか違うアプローチをすると、確かにね、すごい効きがいいし、まあこれやってたら本当、もっと肩大きくなるなっていうのが、今、体感として感じられるんで、こういう重量こなせなくても、効かせて、筋肉を大きくするってアプローチは怪我が多いだけにダン君は長けてるので、まあ、皆さんもねそれを見てちょっと違うアプローチということで発見していただければと思います。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。新商品やお得なセール情報も掲載されておりますので、ぜひ概要欄をご確認ください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。